5章もう一つの源泉ですが、この章とても面白い章ですね。はい。で、例によってごちゃごちゃ、治療批判的なことがいっぱい、書いてあって、そういうの面白いと思う人はとても面白いと思います。そういうの面白くないとこの本読まないんじゃないですか。そうか、そう思いますね。そうだな、私は非常に面白かったです。でですね、なかなか内容濃い章でですね、大まかにまとめました。でこっちを見てください。トランプゲームの源流の2第5章もう一つの源泉ですね。ここで筆者の主張を大掴みにまとめると、スペインのトリオン法を源流とするオンブルの流れと別に、フランスのトリオン法を源流とするもう一つの流れがあったというものであると。前者はトランプゲームにビッドをもたらし、後者はランクとフォローのルールにの整理を導き、合流してブリッジに流れ込んでいるという見取り図が描けるということです。で、ざっと書いてあると、ホワイトボード。でね、この章よすごい読みにくいのがね、似たような名前の違うゲームというかな、いっぱい出てくるんですよ。で、まあだ、なんていうか、この章がつうか、この本のシリーズがそうですね。はい、失礼しました。それでですね、ちょっとそこを並べただけでもですね。トリウンフォでしょ、トリアンフ、トリオンフ、トリオンフォ、トリウムフス、これはラテン語だね、トリオンファ、トリウンフィ、トルンフオと似たような名前がさまざまに登場してとても混乱します。でこれらにね、さらに地名をかぶせて、トゥールーズのトリオンフとかね、パリのトリオンフとかね、いっぱい出てくるんですよ。それからでもっとすごいのは、同じ名称でもトランプのトリウムだったり、タロットのトリウムだったりすると。で、それからですね、一番あれなのは、同じ名前で同じゲームかというと、同じゲームで違うゲームだったり、違うゲームで同じ名前つけたりっていうことがいっぱいあるので、とても錯綜します。でどうしてそうなのかっていうのはですね、資料が少ないと。でしかもその資料が割と曖昧であると、ですけれども、それね、本質じゃないんですよね。本質は何かっていうとですね、結局ヨーロッパのあちこちでですね、様々なハウスルールやローカルルールが遊ばれていたということですね。つまり、どっかにスタンダードのルールがあって、そのバリエーションとかいうようなレベルじゃなくてですね、全体としてね、その総体として、ハウスルールっていうのも、スタンダードルールに対するハウスルールって感じだけど、もう全部がハウスルールみたいなもんで、中世のゲームって多分そうだと思うんですけど、今ちょっと前のね、麻雀のルールなんかも、そういうとこありましたけども、もういろんなところでいろんなアイデアが詰め込まれたり、編集ができたりして、戦後のどさくさぐらいまでの時期の麻雀は分かるんですけど、出版社が入った後の麻雀がそれでも割と整理されない時間が長かったような気がするんですけど、何度も整理するんですけど、そのたんびにまた編集が出るんですよね。やっぱバクチだったからですよね、ハウスルールで、ね、そうね、大体やっぱり社交士煽るようなルールがガンガン入ってくるから、っていうのがやっぱり一番でかかったんじゃないですかね。あとメディアよりね、一番でかかったのは多分ゲーム、ゲームで相当まとまったっていう話をよく聞きますね。ゲームコンピューターゲーム、もちろんそうね、いろんなルールが、だからね、変な感じだけど、あっちで標準化されちゃうんだよね。花札のルールなんかもそう、私の知ってるルールじゃないんだよね、今のスタンダードはね、結局、アプリとかそれに採用されたルールがスタンダードルールを採用してんじゃなくて、採用したルールがスタンダード。88のアプリなんてそんなにありますよ。88のアプリはないかもしれないけど、こいこいはいっぱいありますよ、ね。大富豪大貧民もそうです。そうだね、あれじゃない、囲碁将棋みたいに確固たる権威があるとかいいんじゃないと、やっぱりそうなっちゃうじゃないですか。それもあるしね、
基本的にカードゲームって変わりやすいんですよ、うん、でボードゲームっていうのは、まあ、誕生した時にもちろんボードゲームも変遷があるんですけど、うん、アブストラクトボードゲームもね、あの囲碁や将棋のルールも随分変遷があるんだけど、まあ、大々できた時に、まあ、固まってるんですよ、うん、であのまあ、それにちょっとバリエーションが加わるとか新しい工夫がちょっと加わるぐらいなんだけど、カードゲームってね、あの、まあ、安定したルールができにくいのね。どんどん変わっていくって感じで、統一ルールなんていうのができてもすぐそこからはみ出してくるまで、だからまあいい悪いじゃなくてそういう正確なものだって感じですね。はい、それは専用 の, あのセットコンポーネントがないとかですかね。答えはあ、そうね、硬、うん、いコンポーネントがボードゲームはね、うん、ボードゲームのコンポーネントがあるからそれに規制されるところあるけども、うん、カードゲームってそれで自由に あんまりね、うん、あのテキストが書き込んでないから普通のはね、うん、そうすると、まあ、数字と記号の札があるのがね、今日の時代のはそうですもんね。今のはともかく、まあだから花札なんかは割とこう絵が描いてあったりするから、そういう意味ではあれですけど、あの地方札なんて本当にね、あの見分けがつかないような札で、これどうやって遊んだろうなのみたいなもんで、だから逆に言うとバリエーションもいっぱい。それであのトリオンフの15世紀のイタリアが、これあのいろんな名前ついてるんで、あの、どういう名前をつけ、あ、大丈夫大丈夫、どういう名前をつければいいのかよく分かんないんだけど、まあ、トリオンフってあのイタリアが元なのね。でそれからスペインと、でスペインでもね同じ名前なんですよ。ただスペイン語とイタリア語はやっぱり若干違うので、あの母音がちょっと変化したりっていうのはありますけど、それからフランスに行くと、あ、まあラテン語圏的な感じ。そうですね、あのラテン圏ですから、まあこれがゲルマン圏になるとまた違っちゃうんですけど、英語圏だとトライアンフになっちゃうんですか。そう、トライアンフね、英語はそうだもんね、大勝利、うん、これ15世紀と、で、あの、まあ、大体16世紀で、スペインからオンブルになるわけですよ。でオンブルは、まあ、17世紀。まあ、これあのそ、こんなにくっきり分かれないですよ。これで幅があるんですけど、見てほしいんですけど。で、こっからですね、フランスのトリオンフから出てきたあのゲーム群を今回取り扱う。で、前の章では、こっちの、スペインから出てきたこっちをやっていて、でオンブルはですね、まああの、あらゆるカードゲームの中で一番プレイされたゲームと言われてるくらいだから、まあ、大流行するわけですね、うん、まあ、3人ゲームですけども、3人のオンブル用の三角形のテーブルが作られたっていうくらいだから、そういう話があるけど本当かなと思うけど、草間さんみたいな人は勝手に作ったわけですよ。いやいやいや、あのちゃんとね、知らないから、だからうちの七角形のマージャンダックとはちょっと違う、ちょっと違う、はい、七角形あるんですよ、何人じゃん、ね、ついこの間七人マージャンありますよ。どうなるんですかマージャン、え、7人で、すごく面白いですよ、今度やりましょう。ハイヤなんかも全部あると一緒で、ハイはね、あの 34×7、 ああやっぱり6人マージャンはかける6、4人マージャンはかける4、136枚、なぜかね。でもうちは4人ではやらないからね、はい、それでですね、こういう具合な感じで、あのオンブルっていうのはあのすごくこうエポックメイキングなゲームだったので、これでビットができるんですよね。まあこの辺もあの いろんな説があったり、何をもってビットとするかってなかなか難しいところですけど、こういう要するにトランプゲームにビットを持ち込んだ、まあ、最初のゲームかどうか分かんないけど初期のゲームがオンブルと。でこれは現在の、まあ、ここはブリッジセンターですけど、ブリッジでもあのもっと高度になってビットはあるので、みんなこれの末裔ですよね。でこっちでいろいろ出てきますけど、結局ここからホイストが出るんですね。でホイストっていうのはあの、それまであのオンブルなんかは非常にあのカードのランクがむちゃくちゃなんですよ。切り札になるとカードの強さが変わると、これはウンスンカラダもそうですけども、そういうルールがあったり、
赤いスートは数が小さいほど強くて、黒いスートは数が大きいほど強いみたいな変なルールがいっぱいあるのがオンボなんですね。でホイストっていうのは逆にそれがなくて非常にスッキリしてる。ホイストは本当に何もないですよね。本当に何もない。でもこれでいいのぐらいなんです。ところがね、あのこれでいいのっていうルールにちゃんとまた根拠があるってことがね、読んで分かったね、はいはい、例えばオンブルってね、最後の1枚を表にしてそれで切り札に決めるんですよ、はい、でそんなの単純なルールでね、誰か思いついたんだろうな、ちょっと思いついただけなんだろうと思うけどね、ちゃんとこっちのね、この辺のところに根拠がある。これらの時代の時は何してたかというと、切り札を5枚配るんですね。で切り札を1枚開けて、それで、山札の1枚を開けて、それで切り札を決める。で面白いのは、エースを持ってる人が、切り札のエースを持ってる人がエースを持ってることを言って、そのカードをもらって代わりに1枚捨てることができる、これを何したっけな、ビートとか言ったかな、とか言うんですね。でところがね、これあのスペインではね、ポルトガルですけどね、なんだっけな、ウンスンカルタではロバートです。ウンスンカルタではね、ウンスンカルタでもそのルールがあるんです。あの表になった札に対して、その切り札のエース、この場合はあの、ロバイっていうドラゴンですけど、を持ってる人はそれを手に入れて代わりに1枚捨てる、手札を改善できるって、そういうルールなんですね。でロバウっていうんですけど、これはまあ明らかに語源はポルトガル語で、ローバー、つまり盗む。で、この辺の用語でもその盗むに近い用語が使われてるんですよね。だからウンスンカルタっていうのは、あの本当に現代にね、そういう古いルールのなんか残滓というか、あの背骨みたいなものをそのまま伝えているということが分かるわけです。で、これ最後の方に書いてあるんですけど、あの結論的に書いてあるのは、これが合流してですね、ブリッジになると。ってことはイギリスで合流したってことですか。まあ、あのそうですね、イギリスですね、主に、はい。でこの本はそういうことをですね、あのズバリって書いてるんじゃなくて、この本にはこういう概に書いてある、この資料にはこうあるってことをこうつなぎ合わせてね、まあ、あの要するに黒宮さん的な、あのなんとか綿密さでもってですね書いてるんで、まあ、読みにくいっちゃ読みにくいんだけど、まあ、厳密といえば厳密だし、研究としてはね、そうそう、ただね、分かんないところは結局多いんですよ。でそういうところは想像で埋めるって言ってる、書いてあるんです、ちゃんとね。だったら私の妄想とあんまり変わらないじゃないかと思ったりもするけども、まああの資料を読み込んで、あのなんていうかな、あのいっぱいいくつか資料があるのが、まあ全部矛盾してたりするわけですよね。そういうところを、まああの非常、まあそこはまあ、あの推理小説みたいで面白いんだけど、そういうのを埋め合って作ってますということでですね、あの概要としてはこういうことが書いてあります。であのさっき言ったトリアンフとかトリオンフとかトリオンオンファとかいうのも、これはあのスペイン語とかポルトガル語とか、イタリア語とかフランス語の違いもあるし、時代による違いもあるし、あれなんだけど、結局のところあのトリオンフ、イタリアのトリオンフが元になったゲームの変形が各地に伝わってですね、それぞれの名前で呼ばれたり、それぞれの工夫で違うゲームになっていったということで、まあ、総体としてトリオンフ軍というようなゲームだったっていう風な見方の方が正しそうですね、うん、はい。だから、まあ、ハウスルールとかローカルルールっていうのは、ローカルっていうのは中央に対してローカルだし、ハウスっていうのは、まあ、スタンダードルールに対してハウスルールですけど、お互いが全部がローカルであり、全がハウスルールで、要するに中央がないわけですから、そのままこの総体としてトランプゲームの発展の様相を示しているんだというふうに、言えると思います。で、その後にですね、このゲーム、この本がすごくいいのは、あの、このこちらも結構ルール紹介してるんですけど、あの細かくルールを紹介してるってことですね。これもそうだね、ゲームの本って結構そのいろいろ議論があってもルールは誰も書いてないみたいなね、まあ、マスカーさんの本なんかみんなそうなんですけど、うんうん、細かくルールが書いてあるってことないんですよね。でもこれもそう、これはルールを紹介する本だから当然だけど、
それからこれもね、あの細かいルールまでは書いてないけど、結構あの踏み込んでルールの説明してますね。あのこれというのはですね、1個目が、装填室温度の、まあ、一応同人誌という体ですね、伊藤拓磨さんが書かれた、韓国花札の本がブースレッパーです。代名詞でやるとまずいか、はい、で、もう一つが、ついさっき出た、小野さんと与那覇淳の、新書ですね、これはどこから出た新書、川出処方新書のボードゲームで社会が変わるという本が今その2つですね、はい、で、ゲームの本っていうのはきちんとルールの書いてある本ときちんと書いてない本があって、書いてないのも非常にあの意味があってですね、ルールを書き出すとですね、やっぱりルールブックになっちゃうんですよね、だからなかなか紹介するのは難しい、はい、あのレビューなんか、まあ、私頼まれてよく書くんだけど、どこまでルールを書いていいのかっていうのがね、すごくジレンマがありますね。細かくルール全部書けばルールブックを読んでくださいみたいになっちゃうし、かといってね、飛ばしちゃうと聞いてるか何言ってるか分かんないからね、知ってる人ならいいけどってなっちゃう。その辺が難しいんですけど、これはとにかく推定できる、復元ルールをあのなんていうか、あの細々と書いてあるんです。で後半はそこに行きますが、今度はこのレジュメの下半分になりますが、ずっと時代別、地域別にですね、いろんなルールが出てきます。数えてみると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12種類以上出てきますね。でまず、トリオンフが出てきますが、フランスのトリオンフは16世紀から18世紀、16世紀から始まって18世紀ぐらいまで遊ばれると。で、その中で3つ、基本ルールとチーム戦のルールと個人戦のルールが書いてあります。で基本ルールはですね、2人から6人で、面白いのは手札5枚です。5枚しか手札がない。でランクが面白くてですね、一番強いのはキングで、その次はクイーンで、ジャックで、その次はエースなんですね。それから19、8、7、7までしか使わないです。でさっき言いましたように、切り札指定カードをエースが持っていた人が奪う、そういうルールがあります。だから現在のあのウンスンカルタのね、人吉でやってるウンスンカルタのロバウというルールはですね、あの16世紀フランス、多分15世紀のイタリアまでね、さまあイタリアでどうだったか分からないけど、少なくとも16世紀のフランスまで遡る、由緒正しいルールだってことが分かります。あと面白いのはランクがね、あのキングが最強で、まあ、6より下つかないからこうなってるんですけども、7が最弱なんですけど、エースが面白い位置にあるんですね。これがちょっと特徴です。でトリオのチーム戦も書いてあって、4人でやるんですが、これもまた面白くてですね、ペア戦のゲームってね、ほとんどが向かい合いで押して組むんですね。現代のルールっていうのは、まあ、全部が全部と言っていいくらいなんですけど、ここに書いてあるのが隣と組むんですね。だから A の人とその右の何人がペアで、そのまた右のない人とさらにその右のない人がペアっていう場合に、まあ何と言えばいいのかね、という形で、だからプレイヤーによってね、手番によってあの不均衡があると思うんですけど、向かい合い同士はそういうことないですけどね、ちょっと面白いなと思うんですが、そういうルールでやっていたと。で手札は5枚であると。で手札トリオンフの個人戦もあって、これは2人から6人までできるけど、やはり手札は5枚であると。でペア戦の場合はですね、問題がないんですね。なぜかというと、5トリック中3トリックを取ったペアは勝ちじゃないですか。で難しいのは、個人戦で3人とか5人にしてしまうと、誰が勝ったかわからない、つまり、3トリック例えば3人でもね、5トリック中1トリック1トリック1トリックって取ると、あと2トリックですから、2人が2トリック2トリックってことありえるじゃないですか。2、2、2、1とかね、だから過半数取れないんですよね。そういう時どうするかっていうのことがまた延々と交渉されていてですね、多分、2トリックと3トリック以上取った人がいなければ、2トリック取った人の2トリック目は最初に勝った人が、勝ったんだろうみたいな結論が書いてあります。でここで非常に特徴なのは、こっちの、フランス型のですね、トリオンは手札が5枚だということです。でこれ非常に私が面白いなと思ったのは、現在でエカルテってゲームなんですね。エカルテはフランスのゲームですけども、これ今でもフランスで行われていて、私とても好きなゲームなんですけども、手札5枚なんです。で面白いことに、
キングが一番強くてクイーン、ジャックの次がエース、だからこの古式を正しく、伝えている現代のゲームがあってですね、これは面白いゲームです。で、エカルテっていうゲームは5枚の手札なんですけども、山札がいっぱいあり、32枚使いますから、山札が10枚だから22枚残ってますから、で1枚残ってます。その山札を手札と交換してですね、手札を改善してからトリックテイキングをやるというゲームですね。でそれに対してその手札が5枚しかないゲームというのはですね、結構その配れた5枚によってばらつきが多くてですね、あんま面白くないですよ、やってみると。で、まあ多分他にゲームがないから延々とこれやってたんだと思うんだけど、現在のエカルテは改善されてるんですけど、ここに書いてある手札の5枚ゲームっていうのはですね、まあ多分ギャンブルゲームであってね、あんまりトリックテイキングっぽくない、うん、まあこれギャンブルゲームのあれですから書いてあるんだから、そうなのかもしれない、そういう感じがします。で手札が5枚しかないゲームっていうのは、例えばナポレオンというゲームがあってですね、これはイギリスのゲーム、日本のナポレオンとは違いますよ、イギリスのゲームでナップとも言われてるんですけど、手札5枚です。で5トリックしかない、でそういうゲームはたくさんあるんだけど、まあ現代では割と淘汰されてしまった、まあ一時代前のゲームだなっていう感じがすごく、つまり5枚だとね、まあ、現代人の感覚からするとあんま面白くない、まあ、お金をかけてやって誰が勝つかだけ比べるのはいいのかもしれないけど、そういう感じがします。だからここに出ているゲームをずっと見ていくとですね、最初は5枚なんだけど終わりの方でね、枚数が増えてるんですよ。その経過っていうのはやっぱりまあ、ギャンブルゲームを出してなのかどうかは分からないけど、本当のギャンブルっぽいゲームからだんだんこうなんていうのかな、技術のゲームに変化していく過程かなと思います。で、上から書いてありますけど、今度はアスキーピュって書いてあるのがありますが、これは3人でやると。でランクはエースキングクイーンジャック1987というか、エースが昇格してますね。でエースが持ってる人が切り札の、指定札を奪うことができる。だからロバウルールがここにもあるわけですね、生きてるわけですね。ただこれはね、私は問題だと思うのは、個人的に問題だと思うのは、エースが4番目に強いカードだったら、そのエースの特権としてね、切り札を1枚増やせるのはいいけど、一番強くなってしまうと屋上奥を重ねるように強い人がさらに強くなっちゃうんで、ゲームバランス的にですよ、これは別にそれを批判してるんじゃなくて、自分の個人的な考え方としてはあんまり良くないんじゃないかとはと思いますが、そういうルールが後発として出てきたと。で今度はトゥールーズのトリオンフ、トゥールーズという場所でやられていたトリオンフは4人または6人で、のエースキングクイーンジャッククイーンっていう具合な現代的なルールになってるけど、そのロバウって奪うルールがなくなってるんですね。多分私が思ったことを思ったんじゃないかなと思うんですけどね、はい。それから今度はパリのトリオンフ、これもまた4人または6人ですが、これはランクはですね、キングクイーンジャックエース1987にもなってるんですけど、戻ってるのかどうかわからないけど、どっちが前後だかちょっと微妙ですけど、ですが奪うルールがないんですね、はい。それから今度はフレンチラフ、フレンチラフっていうのはね、面白いことで、これイギリスのゲームです、ね、フランス風のラフだからフレンチラフなんですけど、フレンチキスみたいな、はい、バカにした言い方は、いやそうじゃなくて、フランスでやってるルールを取り入れましたみたいな意識みたい、うん、で、フレンチラフで手札5枚、4人または6人で、キングクイーンジャック1987なんですけど、5トリックやるって書いてあるでしょ。これどういうことかっていうと、今までのゲーム、フレンチラフより上ですね、トリオンフのゲームっていうのは5トリックやらないんです。つまり3トリック取ったら終わり、それはそうですよね、3トリック取ったら勝ちですから、じゃあなんで、フレンチラフになると5トリックやるかっていうと、ちょっとルールが変わってですね、3トリック取ったら勝ちなんだけど、4トリック取ると、だからまあ3トリック取って勝ったら1ポンドもらえる、1ポンドはでかいかもしれないけど、ギャン待ちとかそんな感じ、そういう感じですよね。3トリックで1点勝って4トリックで2点もらって、5トリック全部取ると3点もらうという、そういうルールが入ってくるんですね。だから
フランスから伝わったっていうことと、それから時代的なあれがあるんだけども、あの黒宮さんは伝わった瞬間はフランスのルールでやってたに違いないと。で、まあ、イギリスの国内で公害に変わったんじゃないかみたいに推理してますけども、まあ、真相はよく分かりませんが、まあ、そういう変化があるということですね。だからそれより上のゲームとちょっと変わってきます。で今度はトリオンフの2人ゲーム、これは、手札5枚で2人で、キング、クイーン、ジャック、エース、19、8、7で5トリックやります。でこれは現代のエカルテにニアリーイコールであると。じゃあ現代のエカルテとこの2人トリオンフと何が違うかというと、現代のエカルテは手札のチェンジができるんですね。で手札がチェンジができるから圧倒的に面白くなってます。だからこの古いトリオンフが滅んでしまって現在のエカルテが残っているにはそういう理由があるんじゃないかと思います。それから次にオウムというゲームが出て、これが出てきて、これ非常に重要なゲームなんですけど、これ説明が6章に飛んでますので、6章の時にもう一回振り返ります。次は、トリウンホね、名前がみんなに言って怖いですけど、トリウンホはイタリアで15世紀から16世紀に生まれた、まあ、初期のゲームです。で手札5枚、5枚じゃないのもあったと書いてあります。それで4人で4人じゃないでやるのもあったと。で初期には52枚を使っていたというんですけど、52枚から 5枚っていうのとね、32枚から5枚っていうのと、これはやってみた感じで言うんですけども、52枚から5枚ってね、本当に何が来るか分かんなくて、本当に手札分になっちゃう。まだ32枚のが相手の手の推理もできるし、だからこの古い、トリオンホっていうルールは多分プリミティブなね、初期のルールなんだろうけども、だんだんこれが改良されたその元のゲームであろうということですね。今度はイギリスのラフ&トランプ、これはラフ&トランプというゲームは4人でやると。で、なんと52枚使うと。で手札が12枚、でさっきから何度も言ってますけど、5枚だとどうしても技術の要素っていうのが制限されてしまって、どの5枚が配られるかで勝負が決まっちゃうところがあるんですけども、手札12枚になると相当技術ができます。そしてラフっていう手役があります。ラフっていうのは切り札の強いカードなんですけども、でこのラフっていうのはですね、私なんか非常に馴染みのある言葉です。これは切り札で切るって意味です。でも黒宮さんの交渉によるとですね、そもそもラフっていうのは手役のことだったと。それが言葉がなんとか間違えられて切るという意味に変化したと。でなんでそうなのかっていうと、最初は強い切り札をの組み合わせがラフという手役だったんだけど、その切り札で出せば勝てますから、それでその切り札で出して切るっていう意味に変わったんじゃないかというふうに推理しています。で現在でもですね、トランプの単語でですね、ブリッジでもね、ラフって出てきますね。例えばクロスラフっていうと、リードしてパートナーが切って、パートナーがリードしてそれをこっちで切ってって交互に切るとたくさんトリック取れるんですけども、そういうのクロスラフっていうし、ある人は切った上にもっと強い札で切ることをオーバーラフっていう。だからラフって単語は現在でも非常によく使われてるんですけども、動詞でしか使われない。つまり切り札で切るという意味しか使われなくて、ラフ自身には切り札という意味はないんですね。でこれは非常に面白いことだって書いてあって、ああ言われてみりゃそうだなと私も思いました。でこの辺がなかなか面白いことです。でラフ&トランプの後に今度はトランプというゲームが出てきます。でトランプというゲームはラフ&トランプとどこが違うかというと、ラフがないんですね。だからトランプというゲームなんですけど、これはイギリスで17世紀で、手役のないラフ&トランプで、何が言いたいかというとね、だんだんブリッジに近づいてるんです、はい、その後今度はラフ&オナーというゲームが出てきますね。これは17世紀イギリスの17世紀で4人で、エースキングクイーンジャックという52枚使います。で手札は12枚で4枚残って1枚表にして、それで切り札に切れると。それでこれはさっき言ったラフがありません。その代わりオナーがあります。オナーっていうのは絵札がの枚数です。絵札をいっぱい持ってると、まあ、いわゆる手役らしい手役ですね。エースを4枚持ってると手役とか、そういう手役があるのがラフ&オナーと。だから切り札役から絵札役になったんでしょうね。で次にホイストが出てきます。でこのホイストは初期のホイストで、私も初めてこれ読んで知ったんですけども、
初期のホイストはですね48枚しかつかない、2を抜いていたらしいですね。だからエースキングクイーンジャックといって一番弱いのは3で、手札は12枚で、最後の1枚を表にして、ディーラーがそれを表にして切り札を決めてまた伏せて手札にすると、だからその後のホイストと同じルールになります。で、18世紀になると今度はホイストがですね52枚でやるようになる、1人13枚そして最後の1枚を表にして切り札を決めて、プレーをするというあの、現代でホイストやってる人あんまりないと思うんですけどこの間トランプ勉強会でホイストやったら非常に評判が悪かった、面白くないって言われて、はい、いやだから枚数が増えりゃ面白いのかって話じゃないですか、まあね、いやだってまあルーとかの方が面白いでしょ普通。いやでもねあのこれねダミー上げると面白いですよ。はい、でですね、ここまでは書いてない、書いてあるのここまでです。ホイストの古い形は、52枚であったと、あ50 48枚であったと。でおそらくその後52枚になって52枚使って1枚表にしてそれをディーラーがもらってやったんだけど、それと結局52枚全部配って最後の1枚を表にするのと同じじゃないか、つまりロバウルが、その切り札決めのルールに変化したのではないかという推理です。で、ここから先は私のあれですけど、この後52枚配り金のホイストになり、それからダミーを開くことが発明され、それからオークションブリッジと進んだと。でオークションブリッジというのは1920世紀の初頭ですけども、現在のコンタクトブリッジの前身なんですが、あの締約があります。オーナーっていう、それの締約のことをオーナーって呼んでます。で、クロミアさんに言われるものまでもなく、そのオーナーは多分このラフ&オーナーのオーナーから来てんだと思います。でオークションブリッジからオーナーの締約を除いて、それからあの出来高払い、なんていうかな、オークションブリッジっていうのは例えば3スペードをビットしても7できちゃうとスラムのボーナスが来ちゃうんですね。だったらビット低い方がいいじゃないですか。でコンタクトブリッジってのはスラムをやるんだったらちゃんと7ビットして7作んないといけない、6ビットして6作んなきゃいけない、そこにルールが変わったんですね。これが非常に革命的で、できたのが1925年ですけども、それで、コンタクトブリッジが完成すると。そうするとですね、ここまでトリオンフから2つの道を通ってですね、ブリッジに来る道筋がかなり明快にですね見えてくるというんで非常に面白かったと。ただどのくらい本当かどうかは資料が少ないので、かなり推理によって埋めてるところはあると。以上です。質問ありますか？あれ、どういったっけ、なんで2を抜いてるんですかね、ホイストが。わからないです。わかんない、はい、その前はね、32枚の時は6より下抜いてるでしょ、うん、2から6抜いてエースは残してるんですね、うんうん、で、まあ、エースっていうのは最初はタロットなんかそうですけど1だから弱いんですけど、ある時期から強くなるんですよ。それもいっぺんに上に行くんじゃなくて、まず10の上になって、それからキングの上になる。だから10の上になるタイミングってこの辺で出てくるので、ああ17世紀とか16世紀だなって分かるんですけど、だからまあエースを特別扱いする理由ってよく分かんないんですけど、まあなんとなくね、日本でも1日は元旦だったりするみたいに、1月は正月みたいに、1が特別な感じするんじゃないですかね。どうですかね。1が特別ってなんかわかるけど、うん、あとあれかな、一番弱いから逆にトップに勝てる、そういうのはあります。それはオンブルがそうですね、うん、オンブルの中では普段一番弱いカードが切り札になると上から3番目かな、うん、2番目かな、2番目の強いカード、それはウンスンカルタでもそうですね、ウンスンカルタでもそういうのが出てきますね。切り札になると格が上がる、うん、なんかドッペコップとかでも、はい、ありますね、なんか変なのが上がりますよね。一巻で出てきたゲームはまあ割とそうですよね、この本の大体なんかそういうルールが入ってみたいな、
まあ、あの書かれてる内容は非常に面白くて、うん、それなりに説得力もあって、ここは、まあ、なんていうか細かい交渉に付き合えば、面白いでしょう、うん、これテネスって一応全部プレイ可能なんですか？プレイできますできますね。できるように書かれている。できるように書かれている。あの分かんないところは黒みや推定で入ってる、はい。だからできるようにしてあります。だから本当にそうかどうか分かんないからちょっと危ないんですけどね。うん、でも一応作動するって言ったらいいんだけど、まあ、あの機能してます、ね。だからトランプ勉強会ではこれは全部やろうって言ってる、ね。うん。やってみると見えるもんあるでしょう、ね。やってみると見えるのあります。やっぱり5枚ってねあんま面白くない。これフランスの趣味のやつで 6以下がないというのは、これはもうカードパックが6以下なかったっていう、いや抜いてやってる、抜いてやってるんですか、うん、で、あのある程度足すと、うん、その専用の6以下のないカードとかが、うん、あの作られるんだけど、うん、だって作られた当時から2から5がないみたいなのが変じゃないですか、まあ、そう変、最初はあったんだと思うね、最初やっぱあったのかね、うんうん、である時期から減らすために抜いてったみたいですね、うんうん、で今でいうドイツパックとかイタリアパックとかは全部後から抜いた、あの、まあ、黒宮さんの推定ですけど最初は52枚だったんじゃないかってことです、うん、まあ、それが合理的ですよね普通に、うん、どうなんだろうね、分かんない、タロットも全部あるわけですよね、タロットの場合は54枚か、うん、あ5056枚56です、ね、カバーがあるから、ね、うん、ああそうだ、そうだ、56プラス14かけるあとはダイヤルかな、うん、まあ、この章くらいの、だとでもまあまあ多分あの文献があのルールが出てきたあたりなので、うん、まあそこそこ多分合ってんじゃないのかなという感じ、うん、そういう感じします、すごくあの論拠にしたあのあれもね結構明確に書いてある本も出てきます、あの曖昧のもいっぱいあるけど、大体17世紀半ばぐらいからそういうちゃんとした本が出てくるので、うんうん、これはどういう人たちがやってたんですかね、うん、その辺は分かんないな、ね、あの出てくる証拠品の中にね、あの結構あの罪人が犯罪を起こすでしょ、はいはい、で犯罪を犯したときに、なんだっけな、 どういうあれだっけな、私は無罪ですっていうのをあれにするんだっけな、なんか分かんないけど、あのいやいやいや、あの、うん、ちょっと忘れちゃったけどね、あの、うん、そういう資料がよく出てくる、なんだっけな、だからそれを見ると、うん、あのまあ本当に庶民だね、ああ庶民ですね、あの概して言えるのはタロットは上流階級やってて、うん、トランプは下層階級やってる、うん、なんでですかね、タロットのがあの高級な感じするんじゃないですか、そうだね、絵が綺麗だね今の基準だと確かにそういう感じしますけど、だから当時からそうだったのかっていうのは確かに、うん、いやでもあのビスコンティタロットとか見るとめちゃくちゃ綺麗ですよ、うん、枚数多い時点でまあみたいな、あそうね、枚数多い時点でやっぱり手札が多いんで、うん、なんかそれを相手に送って送り物にするみたいなのがあったらしいっていう話、ああそうだよね、まあ、でも手札を打つとそれだけ綺麗に凝ったもの作るんですよね、そうですね、あのオーダーメイドで、うん、あんたの家専門のやつやでみたいな感じのもあったみたいな、うん、だから現在残ってるビスコンティタロットとか、あの古いタロットって何組か残ってるんですけど、みんな贈答品みたいで、あだから本当にプレイしたんじゃなくて、まあそうですよね、うん、まあちょっとそこでね、それがいいのはね、あのその王室の会計簿に出てくるんですよ、あタロットなんとかドル、ドルじゃねえな、なんか分からんけどそういうのが出てくるので裏が取れるのね、今でいうその警察庁所みたいなところにそのゲームの話が出てくるから、博打で捕まった、まあそういう感じでしょうね、あ貴族は捕まんなかったかもしれないですし、え貴族はやってても捕まんなかった、あそうなのかもしれない、斜面状とかがなんか、あそうそう左門状ね、そうそうそう左門、教会裁判所が有罪を言い渡した記録とかなんか出てますね。トリオンフですね。これはどのトリオンフ？イタリアってことですか？ああ、フランス。多分そう。ロレ、いや、ちょっと、ロレーヌだからフランスですね。あフランスのトリオンフがだからまあ初期にそういう扱いで、うん、でだから。
タロットは、15世紀には上流階級の遊戯でしたと。で、15世紀って相当早いですよね。そう、できたばっかり。だってビスコンディタロットとかみんなその辺だもんね、うん、すごい初期ですよね、はい、ここで説明しているトリオンフとかそのあたりのゲームが、まあ、トランプのゲームだとした場合ですけど、は、まあ、だからその教会で裁判にかかって兵士が遊んで、まあ、罪に問われるみたいな話が出てきているので、まあ、なんかそれぐらいの感じという、うん、かわいそうですね、うんうん、ってことはやっぱり賭けに使ってたってことだよね。いや賭け以外やらんでしょ、こんなの。いやわかんない、トランプ面白いから。いやいやいや、まあ、みんな賭けてたみたいよ。さすがにそうでしょう、うん、まあ、5枚のゲームは賭けたいですよね、やっぱり。そうね、賭けないじゃ面白くないね。まあルーにせよ、まあスパーにせよ、まあなんかそういう賭け事っぽい雰囲気があるゲームですけど、うん、まあそういうわけで次で6章で終わりですので、もうすぐ終わりだ。結構この本は何部出たんですか。吸ったのが300とか400とかじゃなかったか。300か400出てきゃすごいよね、うん、300。そんなに4期とかいるんだ。まあ、買う人はいるってことで。1巻は増刷しましたからね。マジかよ、だから300、1巻も300 で売り切れちゃったので100部ぐらいだけ吸ったんじゃなかったかな、確か。すごいね、世の中には小塚ってのがいるんですね、うん、いるんですよ、だから、うん、いやまあでも大体こういうモノグラムってほら300か400じゃないですか。まあね、いやそうモノグラムってのは300とかああいうのは大体図書館が買うから。そう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 、ね、図書館買わないでしょ。まあじゃああんまり買わない多少は買われてますよ、多少は買われてますけど。まあ、これ図書館にあってもおかしくないですよね。全然図書館にあるべきぐらいの感じだと思うんですけど、うん、まあ、普通に調べ物にお使いいただければいいと思うんですけど、うん、でまあ、大体その世の中の300部とかの本ってお高いんですよ。そう、2万とか普通にする。そうそうそう、普通にします。そう、ね、だからそう3500円で高いとか言わんといてほしい。いや3500円は高くなりますよね。でもまだ本安いですからね。安いですね、うん、今の一番のものはすぐ品切れてアマゾンで値上がることです。ああそうそうそう、まあね、そんなにいっぱいすらないですもんね、うん、